オーレアイナルビョルンダーレンは、ノルウェー、ブスケリュケンドランメン出身のバイアスロン選手、クロスカントリースキー選手。1985年からバイアスロンを始める。1992年のジュニア世界選手権団体で、銅メダルを獲得。翌1993年は、個人、スプリント、団体で3個の金メダルを獲得した。オリンピックでは、1994年、 ディレハンメルオリンピックに初出場。1998年長野オリンピックにおいて 10km スプリント 47.5km リレーで銀メダルを獲得。2002年ソルトレークシティオリンピックでは史上初のバイアスロン全4種目制覇を達成し、今でもオリンピックでバイアスロン全種目制覇した唯一の人物である。40歳で出場した2014年ソチオリンピック。 までのメダル通算獲得数13個は、冬季五輪の全種目を通じては、ピョンチャンオリンピックで、クロスカントリースキーのマリット・ビョルゲンに塗り替えられるまで、歴代1位、金メダル獲得数通算8個も、ビョルゲン、同じく、クロスカントリースキーのビョルンダーリと並び、最多タ記録である。また、世界選手権では通算で、金メダルを19個、銀メダルを11個。 銅メダルを9個獲得。ワールドカップでは、1997から1998、2002から2003、2004から2005、2005から2006、2007から2008、2008から2009シーズンと、計6度総合優勝を果たし2012から2013シーズンまでに、通算93勝をしている。2014年のソチオリンピックで、 金メダルを獲得して引退する目標を減免している。トラックでは他の追随を許さない圧倒的な速さを誇る。ソルトレークシティオリンピックではクロスカントリー5 0トルにも出場6位に入賞している。2002年には WEN イジバーグスエレスプリスを受賞した。選手生活の初期には射撃の失敗による遅れを クロスカントリー部分の力走で長消しにする豪快なレース運びで知られていた。2000年頃から苦手な射撃の克服に努めた結果、それまで試合によってバラつきの大きかった命中率が安定、上昇選手の仲間入りを果たすこととなる。ソルトレークシティでの全種目制覇はそうした努力の総決算といえる。ソルトレークシティオリンピック2 0トル個人の スタート直前のこと、ドイツバイアスロンチームの監督が、誰が優勝すると思うかという記者の質問に、射撃を前段命中で切り抜けられた選手か、ビョルンダーレンと答えたという逸話はよく知られている。正確には、ビョルンダーレンのような規格外の総力の持ち主と言ったのだが、結果はこの言葉通り、20発中2発を外した、ビョルンダーレンが、前段命中のフランクルックを抑えて優勝した。 その総力を活かして、クロスカントリースキーワールドカップにもたびたびエントリー。2006年11月18日に、スウェーデンのイエブレで開催された1 5トルフリー走法で、勝利を挙げている。2006年5月27日に、イタリアの元バイアスロン選手、ナタリー・サンテールと結婚、オーストリアのオーバー・ティリアフ派在住。2011年のホルメンコーレンメダルを、 バイアスロン選手として史上初めて受賞をした。そっち五輪中に行われた選手委員選挙で IOC 委員に当選した。ありがとうございます。